このね2つのカードを見るとなんか本当にねこう宝塚でとってもその厳しい中いろいろと、まあ、しつけられたっていうと言い方はねおかしいかもしれないけど、皆さんこんにちは、サラです。今日はリクエストいただいた天海祐希さんを見ていきたいと思います。なんかねすごい私も、まあ、年齢的に興味深かったんですけど、老後の資金がありませんっていうね主演映画が10月30日に公開されることが決定したようなんですね。でこれもねリクエストいただいたので初めて知ってね、あすごいなんか興味深いなって思って、まあね映画のね内容としては天海祐希さんがどこにでもいる普通の主婦を演じ、老後資金問題と夫婦親子この結婚独立嫁衆と親の介護葬式あらゆる問題が立て続けに襲ってくる中、悩みもがき奮闘しながらも逆境に立ち向かう最強コメディ映画って書いてます。もうこれって50代60代の人にしたら興味深いとしか言えないですよね。私絶対これ見たいなって思いますもん、ね、しかも天海祐希さん宝塚のスターだった人が演じるわけですよ、普通の主婦をね。あそれはもうどんな風な映画になるのかなって楽しみですよね。で天海祐希さんは、まあ、ご存知の通り宝塚出身のトップスターで、獅子座で誕生数が3、まあもう獅子座で誕生数3って言ったらねもうほんとただもう、まあ、とにかく表現者ですよね。でクリエイティブでねまあいろんな表現して他者から認めてもらうようなねそういう人が獅子座の人ですね。で認めてもらうことでも喜びを感じるし、でそういうもう燃えるような火のエレメントの方なんで情熱的でとにかく成功するために頑張るっていうねそういう人が獅子座かなって思いますね。で、まあ、どっちかっていうとね受け身というより もう自分から発信していく、自分からとにかく行動していくっていう輝いていく人が獅子座の人かなと思います。で天性のスター気質の人ね、だからまあ芸能界には向いてるし、もう当然ね宝塚に入ってトップスターっていうのももう生まれつきそういう素質を持ってたんじゃないかなって思いますね。で誕生数が3、まあキーワードとしては表現者、人気者、社交的、創造的、独自性っていうねキーワードがあって、類まれな創造性と発想力で世の中に彩りを与える表現者が誕生数3の人で、コミュニケーション能力を駆使していろんな芸術的な作品とかそのもの自体を人々に提供していく人、まあね楽観的でねユーモアにあふれた誕生数3の人の周りにはねたくさん人が集まってくるんじゃないかなっていうそういう人ですね。で、まあ、内面を表す月の星座が乙女座にあるので、まあそういう人っていうのはとてもね物事に対しての考えが深く冷静に振る舞う人で、まあ割と小さなことに対しても神経質になって過干渉になってしまう面がちょくちょくあるかもしれないですね。でとっても現実的で実利的な対応をしていくので何事に対しても見落としがない、まあ、実務的な面できっちり整理整頓ができる人っていうのかな、そういう面を持ってるのかなっていう気がしますね。で周りでねあんまりにもいい加減なことをしてる人を見るとちょっと、まあ、辛辣に言いたくなるっていうね部分もあるかもしれないですね。天海祐希さん、ああ54歳なったとこですね、8月にね。宝塚ファンの担任に勧められ宝塚歌劇団への入団を志望。へえ、中学で演劇部に入ってたんですね。
で先生に勧められて入団を志望。でも宝塚に入団を志望しても宝塚ってもうかなり厳しいからね、そんな簡単に入れるところじゃないと思うんですよね。で高校生の時に宝塚音楽学校の受験準備のため、大滝愛子バレエアートに通うようになる。2年終了時に宝塚音楽学校に首席で入学。そうなんだ、へえ。まあ宝塚ってね、資格があって14歳から18歳の間に受験のチャンスは4回で、応募資格には容姿端麗っていうのがあるんですね。まあ、そこにね首席で入ったってもうすごいなと思いますね。で、1987年73期生として宝塚歌劇団に入団して、雪組公演で初舞台で、1993年に初舞台から7年で月組のトップスターに就任で、28歳の時に Me and My Girl で対談。28歳、そんな若く対談してるんだ。あ、そんなもんなのかな。対談決定後にいくつかの芸能事務所からの勧誘があったが、石原プロモーション入りを希望してた。で、男性俳優専門の石原プロ側から断られて、天海の親友が当時在籍していたフライングボックスに所属し、映画やテレビなど活躍の場を広げた。で、利家と松で共演した唐沢寿明に誘われ、2003年に今の所属事務所剣音へ移籍。確かにね、もう天海祐希さんの主演のドラマや映画すごくたくさんありますよね。私がっつり見たことはないんですけど、女王の教室かな、それだけがなんかすごい黒ずくめの衣装を着てた気がするな。なんかそういうすごいクールな役のイメージ、なんかもういっぱい出すぎてて何が何かわからないけれど、かっこいいなと思いながらもあんまり出なかったな。でもまあ今回ね、10月に上映される老後の資金がないっていうやつはね、もう本当にね見たいなって思う。まあ映画館に見に行けなくても多分またね放送されると思うけれど、まあそんなね天海祐希さん確か独身ですよね。前テレビで一回ねなんか結婚する気あるとかないとかって話してたのかな。なさそうな感じだったんですけどね。まあそのね天海祐希さんの現状と今後の活躍をタロットで見ていきたいと思います、ね、なんかもうほんとかっこいいですよね、まあ、宝塚歌劇団でトップスターって本当になかなかねなれるポジションじゃないんでね、すごい。はい、では見ていきます。こういう展開です。はい、天海祐希さんの現状と今後、なんかこのカードを見てると皇帝の逆、これはね行動できない、行動をためらうとか決断できないっていうね、そういうカードなんですよね。で、まあ私が気になったのはもうこの吊るしのカードと節制のカード、これはねどっちもがね忍耐とか我慢とかっていうキーワードがあるんですよね。だからこれを見ると、まあ、コロナでね行動が制限された中、まあ、言ったら映画の公開も延期された中、もうしっかりその忍耐強く待ったことで、まあ、タイミングが訪れて好転していく、まあ、映画の公開が決まる、ね、そして、まあ、ここも忍耐強くとにかく待って、まあ、この人は、まあ、我慢強いとか秩序正しいとか、やっぱそれっていうのは宝塚で培ってきた精神なのか何のなのか、もともとねその乙女座の質っていうのも持ってるから、すごく規則正しいとかね、
整理整頓とかそういう部分はあると思うんですけど、このね2つのカードを見るとなんか本当にねこう宝塚でとってもその厳しい中いろいろと、まあ、しつけられたっていうと言い方はねおかしいかもしれないけど、うん、宝塚での経験がとっても彼女を忍耐強い性質にね、していったのかなっていう気がしますね。で最終的にねこの悪魔のカードっていうのは、まあ、私がいつも言うねカリスマですよね。もうカリスマ的存在、周りの人を引きつけてやまない魅力的な人っていうね、そういう存在になっていくっていうカードになってるんですね。だからやっぱりねもう本当なんかコロナでなかなか動けなかったけれども我慢した、忍耐強く待ってきた、で秩序を守ったっていうね、もうその辺の真面目さっていうのがすごく出てて、結果いいカードを引き寄せてる、まあ、運命の輪にしろ悪魔にしろ、公開、映画の公開にいいタイミング、そして天海祐希さんっていう人をカリスマにしていく、もう今でも十分カリスマなんだけど、さらに魅力を発揮していくっていうね、そういうカードになってるのかなって思いますね。いやいや、まあこのまあちょっとねやっぱりねこの2枚のね忍耐強さっていうのがちょっとびっくりですね。10月にね公開される老後の資金がありません。もう本当にね楽しみに見たいなと思います。ということで、天海祐希さんの現状と今後をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。